じです残ってるのうちらが食べたいねって言っても見てるの。チャラン。アールグレイと蜂蜜のなんちゃらケーキ。メロンだ。美味しい。甘物が美味しい。むしろ食べれちゃうかも。はい。部屋に着いたんですけれども、すごすぎる。いや、お花まで。なんかね、コーナースイートキングなんだって。ん？コーナーキングスイート？わかりません。見て、フルーツ。これ、どうやって食べたらいいんですかね。バナナしかちょっとわからないんですけれども、シャンパンがありますね。とりあえず、すごすぎる。あ、お花の匂いがすごいね。ちょっとシャンパンもあるんだけどさ、飲めません。ちょっとそれは飲めないので、後でノンアルに変えてもらうとして、まあ、なぜもこう、今日はこのホテルに泊まってるかと言いますと、さっきお茶してたんだけど、お茶をして、なんと、コナン氏、小夜子のデビュー3周年ということで、おめでとう、これからも頑張ってねっていう事務所からのあれです。本当にありがとうございます。まあ、コナッチはね、これからもね、これからもいろいろと DJ やるよとか言ったり、イベント内でみんなに今年はこういうこと言われたいとか結構宣言してると思うんだけど、あとファンクラブだったりそういうことをね、ちゃんと進めていって、ゆっくり確実に少しずつ着実に前に進んでまいりたいと思います。楽しみですね。自分でもこの先自分がどうなるのかっていうのが楽しみになったことが、私の中でそもそももう成長だなと思うので、 YouTube もね、みんなもっと楽しみにしててください。絶対にずっと更新し続けるので頑張りますので、皆さんずっと見てくれたら嬉しいです。すごすぎじゃない？ちょっとお花、うん、アジサイじゃないこれ、かわいい。じゃあ夜ご飯はこの後お寿司。
シーが待ってるので、それまで携帯でいろいろ業務をしつつ休みたいと思います。じゃね。多分シャンパンじゃないやつが届きました。ハワドロしちゃった。すごいね。なんか昔の人はバラで色を、体の色を白くしたと聞いたことがあるんだけど、こうやって白くなるのかな。こういうバラバラしていいですかって聞いたら、大丈夫ですよとか言ってもらえて、本当に素敵なホテルと眠い。だからもっと頑張んなくちゃね。やっぱこういうリラックスすることがすごい大事というか、都内で一人でホテルに泊まるとか、結構コロナ禍で私よくやってて、都内に住んでたし、だからコロナ禍でいろんなホテルがすごい安くなってたから一人で泊まることが多かったんだけど、すごいんですよ。仕事もはかどるし、リフレッシュされるし、いいものが得られるしで、すごくおすすめです。今日は本当にありがたいんですけれども、ありがとうございます。もっと頑張りますということで、チャンネル登録と高評価もよろしくね。